じゃあ、つか。はい、皆さん、こんにちは。グレートスターを目指す男、アレックスです。最近どうしたんですか？なんか、YouTube 内で、多分動画を毎日、コツコツと、こう地道に続けてきたからか、おすすめで上がってるようになったみたいなんですけど、あんま期待しないでくださいね。はい。というのも、なんか、例えば明日、明後日とか、なんかこう、数ヶ月後とかに、こう、劇的に何かが変わるような挑戦をしているわけではなく、まあ、自分のこの自分史というか、この世に生をいただいて、やべ、なんか面白くないやめよう。すいません。天気いいんで、ちょっと話変えます。とりあえずね、なんか、あんまり期待しない方がいいと思います。はい、僕のチャンネルは。はい。今日もね、今休憩で外に来ました。やっぱ太陽気持ちいいね。本当に。もう気持ちいい。南国に行きたいね、本当に。地域ね、沖縄の移住も考えたんですけど、やっぱ人生勉強ですね。こう、そこにいなくちゃいけない理由っていうのはやっぱり何かしら作ってしまうと、それって半永久的に、まあ別にネガティブなことではなく、ただの僕のあれですよ。経験というか。例えばね、マンションとか家を買っちゃったら、そこに自分が住む目的で買っちゃったら、もうそこから出れないじゃないですか。例えば恋人だったらまた違うかもしれないんですけど、まあ、一緒にね、キャラにじゃあ仮に行ってくれればいいと思うんですよ。商売もすごい似てまして、やっぱ今ね、千葉県で2店舗お店、本当にしつこいようですが、たくさんの方々からのご縁でできるようになって、すごいいいなと思うことももちろんありつつ、まあこの場なんでね、なんか包み隠さずいろいろお話ししたいなと思うんですけど、別に千葉が嫌いとかじゃないんですよ。やっぱり今までこう放浪というか、まあいろんな国、いろんな県、いろんな仕事、いろんな場所を含めて移動してきた身としては、結構千葉に俺今いっぱい居座っちゃってるなっていうのは少し感じています。はい。まあそれが何ってことではないんですけど、だから今仮に古き良き時代の女性から連絡があって、ねえ、リュウジ君、明日、ブラジル、いや、チリ、チリにね、一周行きたいんだけど、ついてきてくれないって言われた時に行けるかっていう、そこなんです。そこなんですよ。チャンスをつかむかつかめないかの男の違いって。今の僕は多分つかめない可能性の方が高い。なぜなら今は週56いや7で現場に入ってるので、いきなり抜けるっていうことが現実的に難しいと思うんですよ。じゃあねえ、いろいろお金を使って人を入れたらいいじゃんっていう声が聞こえてきそうですが、いや店長を見つけたらいいじゃん、店長を雇用しちゃったらいいじゃんっていうね、声が聞こえてきそうですが、なんかそれも僕の中で違くて、やっぱり自分の化身と思ってて、現場、店長に限らず今のアルバイトのいつも一緒にやってくれてる仲間たちにも同じことを言えるんで、やっぱりハードルって必然的に上がってきちゃうじゃないですか。まあ、それがいい悪いは置いといてね。だから、簡単に現場を任せたくもないんです。まあ、こういう人が結局ね、現場を抜けれない人だと思うんですけど、だから別に抜けようとも思ってないし、みたいな。天の弱ではないですけど、なんか、まだ基盤ができてないって個人的に思ってます。まだまだ。売り上げはね、なんとか本当に、
いろんな方からのご縁や支援、そして日々の仲間の皆さんのパフォーマンスの対価としていただいてはいますけど、これでじゃあよっしゃ調子いいぞ、よっしゃ現場抜けちゃおうっつって抜けたらうまくいくのかなっていう不安要素が僕にはまだ正直まだまだありますし、やっぱり2店舗目オープンしてすぐ現場任せたんです。実は店長っていう役職を与えたわけではないんですけど、ただ店長っぽい人を2人を雇って週5、6で入れるんですね、投資で。で、現場回りました。オペレーションとしては回りました。ただやっぱりね、まあ、これはその2方のせいとかじゃなく、ただ現場を回してうまくいくようほど甘くないじゃないですか、商売って。で、僕本当に身に染みて感じたんですよ。本当に身に染みて感じました。で、本当面白いことに自分が現場抜けた瞬間ガッて下がって、まあ、僕だけの理由じゃないかもしれないですよ。ガッて下がったんですけど、この立ち上がりまでにめっちゃ時間かかったんですよね。下がってからの立ち上がり、まあ、よく言われる一度失った信頼ってなかなか取り戻すのって難しい。ただ信頼って一瞬失っちゃうもので、こういうことかって僕は思ったんです。だからね、今本当に勉強なんですよ。もちろんね、これからいろんなものにどんどん挑戦していきたい、その一つがこの飲食店の2個ではあります。でも次のステップに行くためにはやっぱり自分の化身というか現場を任せられるような人たちを、仲間を集めなくちゃいけないとも思ってます。で、ね、古き良き時代の女性にいつどこで地理行きのチケットをもらえるかわからないので、その時に一緒に地理に行ける男、いつ来ても地理に行ける男こそが本当に古き良き時代の女性に見合う男だなって僕は思いました。はい、休憩もう終わっちゃうんで、ちょっと平田ぼっこしてまた、今日もねやっていきたいなと思います。はい、皆さん今日もありがとうございました。以上、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。失礼します。